皆様こんにちは。プロレス動画維新軍実況の破壊王パヤシです。新日本プロレスの長い歴史の中で、経営的にそして興行的に一番厳しかった時代というのは、やはり私が客観的に見てアントニオ猪木によるサイドビジネスに起因する不透明なお金の流れなどが原因となり、前田明、藤原義明、高田信彦らが新日本を離脱し UWF に移籍をしたこと、そしてさらに当時人気絶頂であった長州力が維新軍を引き連れてジャパンプロレスを設立し全日本プロレスに参戦したことがとどめ的な出来事ではなかっただろうか。これに対して猪木は大掃除ができてよかったと強がるのではあるが、ナンバー2の坂口誠二はかなりの危機感を持っていたようである。というかそれが一番普通の感覚であると思います。そして坂口はこの時の状況を振り返ると、あの時ばかりは潰れるなと思ったと回想している。なぜならその時の新日本プロレス残留組には猪木、坂口、山本虎鉄、星野勘太郎、藤波辰巳、木村健吾、デビュー前の闘魂三銃士ぐらいしか残っていなかったのである。藤波が残ってくれたことは救いであったはずだが、新日本にとってはかなりの劣勢であった。私も当時はこのジャパンプロレスあたりからプロレスというものを見始めているのですが、この時の新日本プロレスというのははっきり言ってあまり見たことがなく、新日本のテレビ中継を乱したのは UWF や長州力が戻ってきてからである。今思えばこの冬の時代である新日本の歴史を見ておけばよかったなと思っております。この時の新日はテレビ中継はあったものの、後楽園ホールなどの会場を満員にすることができなくて、それでもテレビ中継があるからお客さんに席を移動してもらってテレビ的には満員になっている映像を作り出していたと言われています。そしてこのような新日本危機的状況の中、長州らによるジャパンプロレス移籍記者会見が行われたわけでありますが、新日本プロレス道場内でも大きな動きがあったそうです。まさに記者会見の当日に若手コーチ役であったドン荒川が若手有望株であった橋本真也と武藤圭司と共に忽然と姿を消したのである。まさかあの3人も。新日道場内では大騒ぎとなったようであるが、当時童貞であった橋本真也を筆下ろしの儀式をさせようとドン荒川がソープランドに連れて行ったのである。ドン荒川はコーチ役兼下の方の相談役も担っていたということなんですかね。それか自分が行きたかっただけか。3人は石鹸の香りを漂わせながら道場に戻ってきたということである。なんとも微笑ましい、いい話ですよね。ということで本日は前振りを多めにとっておきましたが、破壊王橋本真也の愛すべき道場伝説について見ていきたいと思います。橋本は学生時代に柔道を始め、アントニオ猪木に憧れるようになり、1984年に新日本プロレスに入門している。そもそもは地元にいたアントニオ猪木後援会の人に紹介してもらう形で、高校卒業と同時に新日本の試合会場で入団テストを受けることとなった。しかしテストが行われる時間よりだいぶ早く着いてしまった橋本は、付き添いで来てもらっていた地元の柔道部の先輩と共に映画館で時間を潰そうということになり、迷わずポルノ映画を選び、入団テスト前に気持ちを高めていたそうである。ここら辺はアスリートのモチベーションの高め方は人それぞれだと思いますので、橋本選手なりのリラックス方法であったのかなと思います。そして闘魂三銃士として武藤圭司、蝶野正弘と共に売り出されることになり、対戦相手をリング上で叩き潰す姿から破壊王の異名を持つこととなったのであるが、この階級のレスラーが得意技にすることが多いラリアットやパワーボムをほとんど使用せず、あんこ型でありながらキック主体という橋本のスタイルがそこにあった。私も初めて
橋本のフライングニールキックを見た時には似合わないなぁと思って見ていましたが、橋本は UWF 系に憧れていたんでしょうね。そして橋本が入団した頃がちょうど前述したように新日本が一番揺れ動いていた時期であり、大量離脱してしまったあたりであるので、道場内の雰囲気もかなり変わったことでしょう。藤原も長州もいないということで厳しくはあるけれども、若干の緩さはあったのではないかなと想像してしまうのですが、この辺のタイミングも橋本のようなモンスターが出来上がる運命のいたずらではないかなと思ってしまったりもします。当時1990年代に橋本の付き人をしていた西村修や山本博義後の天山あたりが一番の被害者と言われている。彼らの証言によると、橋本は昼夜が逆転しているようなライフスタイルで、寝るのがだいたい朝の7時頃であり、新日本の道場には夕方に現れるというのが日課であった。合同練習などはよくサボり、道場に来たらまずご飯を食べるようである。これが橋本からしたら朝ごはんになるわけである。そして練習に入っていくそうであるが、ここからが独特の練習内容である。練習をしながらエアガンで遊んでみたり、練習をしながらちゃんこ料理にこだわってみたり、練習をしながら漫画を読んだりと集中して練習に取り組まないということである。えっ、そうなんだ。私はこの西村の証言を見て思わず絶句した。逆に言えばそれでもあんなに強いんだということである。周りの視線が気にならなかったのかとか、ツッコミどころ満載であるが、かなりの大物と言えるでしょう。あの長州力からチンタラ練習をするので、チンタとあだ名をつけられているので、練習が好きではないというのは間違いない情報でありますよね。そして練習熱心な長州力としては橋本のことは嫌いだったでしょうね。そしてまあそんな注意力散漫な練習が夜中の12時か1時まで行われ、西村と天山は終わるまでそれに付き合わされたということである。特に当時はしごきと呼ばれる、現在でパワハラ間違いなしの行為が横行していた時代、橋本の理不尽さもなかなか筋金入りだと言われていました。西村は新日本プロレスで一番きつかったことに、橋本のビンタ20連発を未だに挙げています。しかもビンタ20連発の理由が西村の挨拶が気に食わないというだけなのがむちゃくちゃですね。そんな橋本の暴れっぷりは道場の練習だけではありません。特に有名なのがしんちゃんラーメンではないでしょうか。なぜか料理に対して異常なこだわりを見せていた橋本、道場で原材料から原価1万円の豆腐を作ったりとやりたい放題。その最高傑作がしんちゃんラーメンで、一から麺をこねて作るところから始める暴走っぷりを発揮します。もちろん麺の作り方など橋本が知るわけもなく、すべて西村がラーメン屋を探したりと奔走することに。しかも出来上がったら普通に食べてそのまま帰っていく橋本、残されたのは無残な状態となったキッチンで、先輩に見つかる前に西村が必死で掃除をするというオチまでついていました。しかしこう考えると橋本は本当にいつ練習しているのでしょう。それなのにあの強さはまさに才能の塊だったと言えます。そして橋本の才能はプロレスだけにとどまらず、前述したエアガンの腕前がかなりのものであったということです。これはマサ斎藤の証言であるが、橋本は道場の前にいつも自身のベンツを止めていたそうであるが、マサ斎藤が道場に行っても橋本の姿がないので探してみると、ベンツの窓が少し開いており、そこから銃を構える橋本の姿が。ここからは少し放送禁止なので割愛しますが、橋本の腕前はかなりのもので、噂によると道場の近くで鳥を一切見なくなったという都市伝説もあります。さらに橋本が天山の頭に焼き缶を置き、そしてエアガンを握る、まさしくウィリアムテル橋本。
オーストリア人の代官のヘルマン・ゲスラーは中央広場にポールを立てて自身の帽子をかけ、その前を通る者は帽子に頭を下げてお辞儀するように強制した。しかしテルは帽子に頭を下げなかったために逮捕され、罰を受けることになる。ゲスラーはクロスボウの名手であるテルがテルの息子の頭の上に置いたリンゴを見事に射抜くことができれば彼を自由の身にすると約束。テルは息子の頭の上のリンゴを矢で射るかそれとも死ぬかを選択することになったのである。テルはクロスボウから矢を放ち、一発で見事にリンゴを射抜いたという逸話である。しかしウィリアム・テル橋本は、ちょっと待ってください、それはやばいですと嫌がる天山に、大丈夫だ心配するなと強制的に引き金を引きます。するとどうでしょう、見事にその弾丸は天山の頭の上に置かれた空き缶の真ん中を撃ち抜いたではありませんか。アメージング。実際の逸話と違うところは、打ち手の方が悪人であり英雄でも何でもないということである。このように橋本にとって道場は最高の遊び場であったとされています。この他にも数々のいたずらエピソードがあるのですが、そのほとんどがここで語るのは問題があるものばかりであります。ただそんな橋本ですが、そのむちゃくちゃな行動とは裏腹に後輩の面倒見はとても良かったそうです。若手にはとんでもない量の食事を食べさせたり、コンビニで数万円の買い物をしたりと、見た目通り豪快すぎる橋本。その豪快さと憎めない性格から、後輩や若手をはじめ多くの人から愛されていたのです。まあ同じ闘魂三銃士の2人からは嫌がられていましたが、トンパチと検索すると橋本真也が一番最初にヒットするのですが、プロレスや相撲用語、トンパチとは目先の見えない人、勘の悪い人、どんぼに鉢巻きの略、破天荒で奇烈な行動が多かった橋本を語る際には、常識規制概念が当てはまらない思考行動をする人間を指すプロレス用語トンパチが用いられることが多い。プロレスの道場内において、山本虎鉄の車のエンジン音を聞いた前田明が、またあの練習が始まるのかと震え上がったといいます。西村や天山は橋本に、今日は何をやらされるのだろうかと違う意味で震え上がったのではないでしょうか。それでは今日はこの辺で、皆様ご視聴ありがとうございます。